これでどうかな？これでどうかな？成果なしか。ここならばあるいはと思ったが、まだ可能性はある。遠くからですか？ああ、やっぱり言葉に製法の特徴がありますね。おお、詳しいな。向こうの方とも取引があるので、少しは。こんな辺境の何もないところへようこそ。辺境の何もない場所か。そうでもないさ。そうですね、ここ何年かは天候が穏やかで落ち着いてますね。でも村によっては水脈が枯れてしまって、今年は穀物の手配が大変なんですよ。土地もどんどん痩せてってますからね。こうやって手配に駆け回ってるところです。飽きないで忙しいところにすまんな。まあ、いいえ、一人旅は退屈ですし大歓迎ですよ。次の遺跡まではもうしばらくあります。ゆっくり休んでください。ほら、見えてきましたよ。あのアトリエの向こうの遺跡がそうです。僕の行き先はあのアトリエなんですよ。まだ若い女の子の薬屋さんで。ほう、こんなところにアトリエか。この地にはまだ残っているのか。ああ、ここらで結構だ。え、遺跡まではまだだいぶありますけど。構わんさ、少し自分の足で歩いてみたい。自分の足で確かめてですか？学者？そう見えるか？ああ、違ってたらごめんなさい。遺跡の調査って聞いたものですから。さほど変わりはしないがな。だが俺は錬金術師だ。錬金？人里離れた草原にポツンと立った一軒のアトリエ。そこに住む女の子が一人。彼女の名前はアーシャ。今日も一人薬を作って暮らしています。あとはあれとそれと、香り付けの粉を入れてかき混ぜてと。いい感じかな。液体が黄金色になったら次は。ごめんね、パナ。朝ごはんあげてなかったかも。
お待たせ。ゆっくり噛んで食べるんだよ。急いで食べると身にならないからね。ボボ。ポカポカお日様、気持ちいい。その前に私もお腹ペコペコかも。ダメだな、もっとしっかりしなくちゃ。ボモボモ、何を食べようかな。この時間だったらお昼と一緒にしても。昨日の残りのスープと卵はあったかな。ボモ、どうしたのパナ。こんだって考えてるんだから静かに。あ、まだ調合の途中だったよね。お昼の前にこれを片付けちゃわないと。あ、開いてます、どうぞ。こんにちは、あ、社長。これは。え、おにゅう、こんにちは。いつもすごい煙と匂いだね。でも、食べながら調合はお行儀が悪いよ。なんかパクパク。美味しかった。頼まれてたお薬、もう少しで完成します。少し待っててくださいね。あ、ありがとう。あ、でも、なんだか釜の中は大変なことになってるみたいだけど、そんなに落ち着いてて大丈夫？そんなことないですよ。これでも結構慌ててます。早くしないと手遅れになっちゃいますから。どうしてこんなことになってるの？調合してる途中でバナに朝ごはんを催促されちゃったんです。それでバナの藁を用意してたら、いいお天気だなって思って、お洗濯をしようか、私も先にご飯を食べようか考えて、ふと気がついたら釜から煙がたくさん。ああ、状況は分かったよ。じゃあすぐに何とかしなきゃ。そうでした。ママにご飯をあげる前どこまでやったんだっけ。必要な材料はもう入れたし。そうそう、薬液が黄金色になってきたところだったよね。そしたら次は中和するのにあれを。あれ、アーシャちゃん、あ、お願い急いで。なんだかすごい匂いがしてきたよ。まだ大丈夫ですよ。もう一つ食べちゃおう。ほら、お行儀が悪いですよ。というか、この匂いの中だと美味しくないでしょう。そんなこともないよ。くるるくるる。なんとかススが落ちたかな。ありがとうございます。せっかくこんなに可愛いのに真っ黒じゃ台無しだもんね。おお、お兄さんっていつもそんな可愛いとか言われたら恥ずかしいです。うん、あの、これ頼まれていたお薬です。ああ、確かに。いつもありがとう、アーシャちゃん。それでね、ちょっと相談があるんだけど。はい、何でしょう。実は、注文を出した後で追加の発注が来ちゃったんだ。もう一瓶だけ追加を頼めないかな。いいですよ、一瓶だけならそんなに時間もかかりませんし。あ、でも材料が足りてないかも。それじゃ表で取ってきますね。
よいしょっと。僕も手伝いたいんだけど、調合に使う薬草のことはよくわからなくて。大丈夫ですよ。私慣れてますから。さあ、素材集まりましたし、急いで調合しちゃいますね。それじゃあ、お薬ができるまで待っててくださいね。大急ぎで作っちゃいますから。材料何にしよう。これでいいかな。使う材料の数を決めよう。それじゃ仕上げに入るよ。やったね。効果が発現したよ。よし、始めよう。やった、できた。できました。どうぞ、アニーさん。いただきました。ありがとう、助かったよ。アーシャちゃんのお薬は街でも好評で、注文がどんどん入ってきてるんだ。わあ、そうだったんですか。忘れないうちにお代を渡しておくよ。わあ、ありがとうございます。今日はあの日だよね。ニオちゃん、このお菓子が好きだったよね。じゃあ僕はこれで。ニオちゃんによろしく。ああ、そうだ。今日は遺跡に先客がいると思う。この辺りでは見かけない人だったな。先客さんですか。Thank you.
どこに。かつて人の手で作られ、そして人の手で捨てられた植物たちの楽園。人の歴史に関わらず、植物たちはその場所で世界を築き続けています。もちろんこれからも。ニオ、おはよう。ごめんね、少し遅くなっちゃった。お薬の調合失敗しそうになっちゃって後片付けをしてたの。やっぱり私、ニオがいないとダメだね。見て、あの人同じで綺麗だよ。このお花、ニオが好きだったよね。ニオがいなくなってから今日でちょうど2年。お姉ちゃん、一人でも頑張ってアトリエを続けているよ。偉いでしょ。そうそう、今日はお土産があるんだ。このお菓子好きだったでしょ。アーニーさんもニオによろしくって言ってたよ。今度お礼をしなきゃだね。本当はね、お姉ちゃんまだ信じられないんだ。ニオがこの遺跡に薬草を摘みに出かけて村のみんなに探してもらっても戻ってきたのはニオの薬草カゴだけ。みんなは神隠しにあったって言うけれど、遺跡に飲み込まれてしまう人が稀にいるって聞いたことがあるけれど、それがニオだなんて。どうして薬草摘みのお手伝いなんか頼んじゃったんだろうね。ねえ、どこに行っちゃったの、ニオ。ママ。さあ、パナ、帰ろっか。お洗濯物しなくっちゃ。ママ。また来るからね、ニオ。お姉ちゃん。え？
すでに痕跡は何も残っていないか。もう少し続けば解析もできたのだが、まあよい。簡単すぎるというのも興ざめというものだ。もっとも光る花に交代だ。おおよその見当はついてしまうが。あのすみません。なんだ、俺は見ての通り忙しい。話しかけんでくれ。あの、でもそれはお墓なんです。私の妹の。あまり乱暴にしないで。君の妹とは先ほどの少女か。そうです。あなたにも見えていたんですね。ああ、一部始終をな。声に誘われて来てみれば。だ、覗き見るつもりはなかったのだが、君の妹は随分と厄介な状態にあるようだな。ああいう形で生きているとは、俺も初めてお目にかかる。生きているって、それはニオは、ニオは無事なんですか？助けてあげることはできるんですか？あなたは一体。さあな、それを君に教える義理はない。それに察するに君はそこのアトリエの住人だろう。ならば解決方法の一つぐらいは思いつくべきではないか。どうしてアトリエのことを。妙な話だな。錬金術師ですか？私は薬師なんです。急にいろいろ聞こうとしてしまった非礼はお詫びします。どうかニオのことを教えてください。聞け、真理は他人から受け取るものではない。真実を知りたければ自分で学び考えろ。私にそんなことが。ああ、ただ闇雲に進んでも仕方がない。君に二つばかり助言をやろう。一つは君の妹を助ける術についてだ。その錬金術というのは。もう一つはこの光る花だ。君の妹は錬金術をもってすれば。光る花、薬草ではないみたいですけれど。俺に聞くな。待ってください。もう少しお聞きしたいことが。自覚はないようだが、こんな場所で錬金術師と出会うとはな。しかしあの少女は、あの状態ではもって3年というところか。ニオ、光る花、錬金術、信じていいのかな。急にあんなことを言われても。そうだ、日記に書いて整理してみよう。まずは気持ちを落ち着けないと。何から書こう。どの思い出のことを書こうかな。
よし、決めた。しばらく旅に出ます。心配しないでください。あーしゃっと。書き置きこんな感じでいいかな。あとは傷薬と獣よけの匂い袋と、うん、これで準備完了。手の届かないところにニオはいるけれど、ニオは生きている。メガネのおじさんの教えてくれたこと、どこまでが本当かわからないけれど、今は全部信じてみよう。ひとまず隣の村に出てみようかな。この先はどうしよう。ボモ、うん、なに、ボモモモ、ボモ、うん、そうだね。わからないことだらけだけど、まずは始めなきゃ。ニオ、お姉ちゃんがきっと助けてあげる。だから、よーし、パナ、ボモモー。